こんにちは徳です今日のテーマはプレー予定だったアンダーウォーターシティーズの振り返りをお届けしますそれではですね、えー、今日はアンダーウォーターシティーズについて、えー、進めていきたいと思うんですけどもまあ,あのコンセプトとしてはですね アンダーウォーターシティの、えー、プレイ動画を上げる予定だったけど、まあ、結局途中で挫折というか競技終了してしまったので、まあ、そこのインスト部分だけ紹介して、まあ、どの辺に問題があったかというか、まあ、どの辺で間違ってしまったのかっていうことを考察しつつ、えー、どういうふうに実際考えているかとか、まあ、どんな状況だったかとかどういう心理だったかとか、まあ、そういった点に着目して、まあ、ちょっと話をしていき きたいなと思いますなので、えー、基本的にはインストの、えー、状況を背景に、まあ、私が語っていくって形に、まあ、なるかなと思うんですけどね、まあ、一番初めまあその僕は、まあ、初めはまあそんな特に問題なかったんですけどねあのこのリソースはこういう意味ですよとかね初期一番初めに持ってるのはこんなものですよなんていうところから始めましてまあそこはね、まあ、問題なかったんですけどね資源が4種類ありますよと で、盲と科学知識と鉄鋼と、あ、バイオか。四つ。で、初めは緑と白と青の、要はあの、この赤いやつ以外はもらえて、あと二金ずつ持ってます。で、このゲーム、インスタの時にプレイヤーごとの傾斜がついてるゲームですよっていう話があったんで、まあそこで微妙な笑いと、また俺がスタプレなんじゃないのみたいな、そういう話題で、まあ盛り上がると。まあ私大体そういうゲームでは。 大抵スタプレが多いんでねで、えー、と各プレイヤーに個人ボードといわれるものが配られました、えー、その個人ボードの右下のところに白いこのドームを置いてスタートするとあとそのもう一つ、まあ、個人ボードっていうかあのサマリーボードあの変換表みたいなものとあと個人秘書といわれるものが、まあ、各色ごとに配られました能力としてはまあ同じようなんです けどねで一応この個人ボードにはそれぞれあのユニークな数字が振ってあって配られたそのボードの数字によって手番が決まるっていうのと一応なんか初プレイ用に向いたボードになってたみたいですね今回はねでそれから、えー、主要都市タイルというのが配られまして、まあ、それぞれ各プレイヤーのこのボードに置いていくんだけど、まあ、茶色いやつを左上に置いて、えー、青いやつかなのやつは、まあ、それ以外のところにまあ置くんだけど、まあ、この時はねそれほど意識 してなかったんだけどこれ自身はあのプレイヤーによってあまあランダムに配ってるから内容は異なるんで、まあ、要はそのプレーの目的というかね指針ですよねだこれを目指して、まあ、進めていくっていうためのもののようですねこれは。はい、でその次が、えー、そのプレイ順の決定で、えーまあ、そこは、まあ、今回はねまあ尾中さんに言ってもらっって。 順番決めたんだけど、じゃんけんじゃなかったんでね、もう私は無事、無事というか、スタプレイにならずに済みましたけど。で、えー、まあスタプレイ、あ、その手番っていうのが、この手番トラックというところに、まあ、一番初期だけ決めた順番に並べ、えー、その逆順で、その横の2列目に、えー、置きますと。その順番をひっくり返してね。で、それがあ、連合トラックという名前になっているようですね。これ、なかなかよく考えられたルールかなと思うんですね、これ。 まあ、後から説明は、まあ、あの、ありましたけど、結局その手番順を、まあ、決めて、で、その逆順に並べるんだけども、まあ、通常この類のゲームって手番取るときって、手番取るアクションしたら、なんかそれだけで終わってしょぼかったりもするんだけども、その手番取るためにトラックを進ませて、そのトラックの一番前の人が次のスタープレイになるんだけども、そのトラック上になんかリソースもらえる仕組みがあるんですよね。だから、え、リソースをもらいつつ手番を 前進させることができるんで単なるしょぼい要はマイナーアクションじゃなくしてるあたりはここはいいルールだなという風に思いましたねここでカードの説明がありまして各プレイヤーにこのゲームって3世代あるんですねまあ、セブンワンダーみたいな感じでね3世代あって、えー、まあ1,2,3ってやっていくんだけども各世代のカード始めだったら第1世代なんでその世代のカードを各プレイヤーに、えー、まず一番初めは6枚配ります その中から3枚選ぶ形になってます。このカードっていうのは3種類あって、まあ、緑と赤と黄色があるんだけどもボード見てもあ,あまあオレンジまあどっちでもいいけどまあはいあ,あ緑と赤とオレンジがあって、まあ、ボードの色と対応してます。 6枚から3枚選んで各プレイヤーは自分の手番にそのカードをプレイしていくんだけどプレイしてボードの各アクションエリアがあるんだけどもそこに自分のタイルを置いてそのアクションをやりますでそのアクションをやるのと同時にカードを出すんだ ボードに置いたアクションタイルとそのプレイしたカードの色が同じだった場合例えばオレンジにタイルを置いてでプレイしたカードもオレンジだった場合初めてそのカードの効果も発揮しますだけどもボードとカードの色が違った時はボードに書かれた効果は、えー、できるけどカードは捨てになってしまうということでしたなのでまあ基本的には絶対に近くボードの色と カードそういうこともあるしその何て言うんでしょう選択肢の柔軟性っていう意味において、まあ、一番初めカード残すんだったら各色え1枚ずつがいいですよっていうプレイ指針がえ書かれているようです まあそれはそうですよね。例えば赤赤赤って残して、すごいね、赤のアクション絶対やりたいから赤3枚残すのも可能なんだけども、このゲームはあの、選んだアクションって他のプレイヤーは選べないんで、自分がね、選んで他の人もみんな赤選んだら、選べる選択肢がそもそも減るし、そのアクションを選べないかもしれませんからね。なので、違う色を選んだ方がいいよ、と。 いうことでしたでそれで、まあ、要は手札、まあ、3枚あるんで、手番トラックの順番に、えー、カードを出して、アクションのスペースに置いて、で、えー、その効果を解決したら、手札補充をするみたいですね。つまり、カードを出す、アクションに置く。で、カード3枚から1枚で2枚になってますわね。で、カードを1枚引いて、要は3枚にして、はい、手番終わりと。で、次の人の、えー、手番になって、またアクションしてっていうのを3回繰り返す。全員が3手番。 ずつやればラウンド終了と、まあ、このアクションタイルっていうのは3、3つ持ってるんで、で、そのアクション、選んだアクションは他に選べませんから、そのアクションタイルを3つパンパンパンってみんな使い切ったら、1ラウンド終了で、次のラウンドに進んでいくと。ラウンドはですね、全部で10ラウンドあるのかなで、4ラウンドやった後に生産っていうフェーズが来ます。 4ラウンド生産してで次の第2世代に行き3ラウンドやってまた生産2回目の生産がやってでその後3ラウンドやってで生産やってでも最終計算流れになってますだから10ラウンドと生産3回をやるとまあ第2世代第3世代進んでいくんだけれども分かんないですけどだんだん強力になっていくんでしょうね世代が進んでいくとどんなのが出るのかっていうのは楽しみなところでありますがはい で、えー、その後に、まあ、カードの見方っていうかカードの説明があったんですけどその個別の効果を置いといてカードに書かれた左上のアイコンの意味で、まあ、概略がわかるんで,で、まあ、その説明がありました何があるかっていうとまずインスタント、まあ、稲妻マークのアイコンですねで次の永続効果無限大マークなんです まあこの辺は非常に馴染み深いですよね。まあ、なんかわからんけどずっと持続するんだろう。なんかわからんけど使い捨てなんだろうっていうのがわかるんでね。A っていうのがアクションカードになってます。で、アクションカードっていうのは、後、まあ、から説明がありましたけど、各世代に1回だけ使えるアクション効果で、まあ、カード自体残るんだけども、使ったらタップしておいて、えー、次の時代になったらアンタップされるっていう、まあそういうものですね。だから生産カードっていうのは、生産、まあこの後、 うん、説明がある。生産っていうフェーズでのみ、えー、効果を発揮するカード。計算カードっていうのは、これはあの最終の VP にだけ関わるカードっていう。まあ、その5種類の、えー、効果がありますよ、ということでした。えー、と次はですね、このカード自身の意味というか背景というか、まあこのカードっていうのは、えー、これ人材を表すカードなんだと。でその カードを出してアクション選択してとかってどういう意味やねんっていう感じなんだけども、これはそのカードは人なんで、その人をそのアクションのところに えー、派遣ししてその、えー、対応しますよっていうことらしいんですけど色が合ってなかったらその最低限の仕事だけするとその書かれた仕事だけするんだけども、えー、っと色と人のマークが合ってるとあ色が合ってるとその、えー、人の固有の能力を発揮してそれがカードの効果ですよっていう意味になってるみたいですねシステムと説明が合致してるのは分かりやすくていいなと思います あと、ボードのアクションですけど、傾向っていうのがあるようで、緑色のアクションボードっていうのは、カードは強いけども、アクション効果はちょっと微妙と。で、オレンジは逆にその、ボードのアクションは強いけども、カードが微妙と。で、赤は重要と。だから、序盤はこの緑のカードとかいっぱいプレイできたらいいのかなと思ったんだけど、なんか私ね、このオレンジばっかりで、なんか微妙な効果のカードばっかりだったような気はしますけど、まあ、 まあいいんすけどね。それでね、その次にアクションカードの説明があったんですけど、まあ、ここでね、あのどうもルール解釈に誤りがあって、まあ、それがあの混乱のもとだったんだけど、アクションカードって実は4枚制限っていうのがあって、それはあの、すでにプレイしてるアクションカードっていうものを4枚までしか持てませんよっていう、まあ、そういう話だったんですね、これ あの、5枚目来たら、どれか1個捨てないといけなくて、捨てるときに未使用のアクションを捨てると、それ使って捨てていいよ。そういう意味の説明だったんですが、この説明と、あの、手札制限の話をどうも一緒にしてしまって、ややこしくなったんですよね。で、この時は、このアクションカードの説明っていうのが手札制限だっていう話、説明にしてて、だから4枚制限みたいだ。 っていう話になってあれでも手札って3枚しか持てないんじゃなかったっけっていう、まあ、当然な疑問出たんだけどいやいや4枚まで持てるけど、えー、3枚制限になるから1枚してるけど5枚以上持てないんだみたいななん,かなんかそういう話になって。 で、あと、この中に、あの、秘書カードも含まれるよ、みたいな話があって、えーじゃあ秘書も含まれるんだったら手札制限そもそも3枚じゃん、みたいな、ほとんど持てないじゃん、っていうような話になって、えらいカツカツやんけ、っていう話で、とりあえず、一旦それでやりましょうっていう、やりましょうっていうかね、説明続けますっていうことになって、まあ、ここでかなり、マジかって、ほとんどカード持てないなっていう気持ちでル,ルール聞いてましたね、ここは。 次は特殊カードの説明がありました。まあこれね、特殊カードってまあ見れば見るほど、見た瞬間の思いとしては、これを引けるマスが1個しかなくて、でかつ、えー、その引いたカードっていうのは、そのみんな VP に絡むようなやつばっかりだったんですよね。なので、これ序盤はいらんなっていうふうにはまあ思いましたね。だけど、 ま、これ、この時にあれ僕が単に引き漏らしてただけかもしれないんだけど、この特殊カードって、この場に出てる6枚だけなんですよね。だから、要はこれを取り、取りそびれると、得点減、てか得点のチャンスも減ってしまうんですよね。だからこどこで取りに行くか、どこで取るねん。あんまり早かったら手札がね、これで詰まりますからね。逆に言うと、適当に取って、まあ、使っちゃってもいいのかもしれないんですけどね。あの、他人に使われるぐらいだったら、サッと取って、サッと取って、 得点しちゃうとギリギリまで頑張ってもいいけど自分がそのカード取れる保証ないし他人に使われるぐらいだったらパッと取ってパッと使っちゃうっていうのはまあこれありでしょうよだからまあアクションカードを使えるマスでもあるから使い捨て感覚でサクサクやってもいいのかもしれないですねこれ。っていうのとまあもう一個あの今言ったその 強力なやつは何て言うの 3, 3金払うカードなんで、あの1金2金で買えるカードはもっと手軽にできるのかなと思うんですけどね。ただうまいことできてて、それはあの山の上に1枚しか出てないんですよね。だから水点で。 取れるんだけどまあ一応3枚引いてどれか使えるからさすがに3枚引きな何かいいの1個ぐらいあるだろうと思うんで、まあ、そこもいいよね1枚しか引けなかったらしょぼーってなるけども3枚から選ばせてくれるっていうのはいいと思うそうそうだからどっちを選ぶかっていうこの悩ましさがちょうどいいかもねこれねでやっぱこのマスいいねあと後から思うと、うん、ここは選んでいかないといけないマスなんでしょうねそんな気はしましたね でちなみになんだけど、これこの時説明に2分の1カードっていう説明してたんだけど僕、僕もそう思ったんだけど、これ、これ1すら2っていうのは1金か2金かっていう意味の説明らしいんだけど、どう見てもこれ2分の1に見えるよねっていう、多分みんなそう思った人はいるよねと。 まあここから都市の建設コストの話になったんだけど、まあ、これはやっぱりややこしいわね。なんかね、これ、ある程度こう、単にこれルールだけ説明してたら、わかんないと思うんですよね、これ。かどういう考え方でそういうルールになっているのかっていうのも、これちょっと合わせて考えていかないと、これちょっと、うん、覚えにくい。で、このね、ルールのわかりづらさはね、こう、ブラスを思い出させますね。 あの、ブラスでも、なんかネットワークにつながってる、つながってないとか、隣接してたらとか、でネットワークって何やねんとか、隣接って何とか、そこがね、非常にこれややこしい。で、一応言うとですね、まずこのドーム、ドームを建てるのは、このトンネルにつながってるかどうかっていうのは関係ないんですよ。ここがまずね、ポイントなんですよね。ドームを建てるのは、すでに建てられてるドームの隣接するところだけなんですよ。まずこれ、最重要なルールは。 まずこれを抑えるべきなんですね。一応ドームの建てるとこって、この線路の、線路じゃない、どうしても線路って言うんだけども、トンネルの軌跡というか跡があると思うんで、その自分の、例えば一番初めの初期の地点からは、3箇所に引き売る候補があると思うんですよね。このドームの建設する予定のところが。だから、初めはこの3箇所しか建てれないんですよ。 で、上に建てりゃ、その当初建てる予定だった、その3箇所の残りの2つか、上に建てたんだったら、さらにその1個前かっていうような感じで、都市自体の隣接するところしか建てれないんですよ、ドームは。で、今のドームの説明はそれでいいでしょあと、この建物ですわ。建物についてもこう同じなんですよ。建物が建てられるのも、ドームの建てるのと基本的には同じなんですよ。 つまりドームが建てられる、すでにドームがあるところに建てるか、ドームが建てられる予定のところに建てるかどっちかなんですよ。だから別にあのドームがないと置けないわけではないんだが、ドームが建てられる、あの置くだろう、置ける予定のところしか建てられないっていうところですね。だからまあドームと同じと思っておきいいんですね、これ、建物についてその時トンネルですけど、トンネルは、も、ま、う、あ、トンネル、素直にトンネルなんで、 トンネルがつながってさえすればずっと置いていけると。ドームなくてもトンネルだけガーッと引くことはまあできるんです。トンネルはつながってさえいればいいという。まあ線路だと思えば分かりやすいですよね、これ。で、これでトンネルとドームと、えー、建物のこれであの、どこに建てられるかっていうのはまあそれで OK なんです。で、一緒に覚えないといけないのが、 あの都市網っていう考え方なんですねで都市網っていうのはもうこのあと出てくるんだけども資源フェーズに都市網にあればなんかリソースとか VP とかがもらえるんで建てられればいいっていうわけじゃないですね都市網じゃないとそのリソースはもらえないんですよ。 で、都市網って何じゃっていう話なんだけども、その一番右下の都市につながっている都市とか建物とかトンネルとか、そういうもののことを指すんですね。で、都市と都市をつなぐためのものはトンネルなんで、つまり都市があって、トンネルがあって、都市があるというふうにしておけば、都市網に入るんです。都市さえあれば、そのそこに隣接しているものが都市網なんですね。 資源、資源建物は都市がなかったら建てることはできるけども、その都市網には入らないんです。都市がないとダメなんですよ。だからトンネルがなく建てられた都市とかは資源もらえないし、都市のない建物ももらえない。トンネルでつながってないとダメなんです。っていうことを考えておけば、一応それでわかるんですよ。だからそこをこう理解しないと、結局どうなんだっけって、その個々のルールだけで覚えると、覚えきれないというかわかんないと思うんですよね、これ。 なので、まあ、そこを頭に入れてプレイしないといけないし、まあ、次回私がこれプレイする時のためにですね、まあ、この動画を撮ってると言っても過言ではないでしょうでね一個ややこしいのが番外都市あると思うんだけどもこの番外都市につながる時はトンネルだけでいいんですよ多分それのせいだからだと思うんだけどもその一応ルールルールブック見ると都市網とは初期都市につながっている全ての都市 建物、トンネル、空いている都市スペースのことですって言うからあ、空いてる都市スペースでも都市網じゃん。だったら、その空いている都市スペース、つまり都市がないところに研究所があったって、それいいじゃないかと思うんだけども、でも例のところには都市がないからダメって書いてあるんで、都市がないからダメなんだったら都市網じゃないじゃんっていう気もするんだけども、まあ、それは建物、 の固有のルールで、市がないとダメっていうことだと思うんですけども。だから、ああ、じゃあ、市がなかったらダメなんだなと思いきや、番外の都市と繋がる時には、別に都市が間なくても大丈夫なんですよね。だから、そこはちょっとややこしくて、だから生産にはダメだけど、単に都市と都市を結ぶ道っていう意味で言うと、空いているスペースも、市網の一環ですよっていう、まあそういう意味みたいですね。そこがね、まあちょっとまたや,ややこしい混乱しそうなルールだと思うんだけども。 で次がこの拡大スペースの話がありましてこれは都市には3つの建設スペースがあるけども、まあ、1つ色の違うエリアは何、まあ、か特殊効果がないと建てれませんよっていうことのようですね。でまあ、おそらく 二分の一カード、あ二分の一じゃない、ね、その一、二カードとかを使って、能力。まあ、もしくはレベル二、まあ、レベルワンでもあんのかもしれないけど、まあ、私の手札にはなかったんでね。まあ、なんか能力があれば、置けるようになるのかなと思うんですけど、まあ、これはね、結構、強力っていうか、四つ目開けたいな、っていうのは思いますね。あの、一個だけな、とかなら、あれでしょうけど、これ全部使えるようになればね、置ける置けないでだいぶ違ってくると思うんで、まあ、そういう能力があれば、ぜひ使いたいな、というふうには、これ。 思いましたね次があ、この建物の建設する時のコストの話があって、でもあったんだけど、建設のコスト一覧っていうのが、まあ、サマリーがね、まあ、配られてたんで、まあこの辺は私がゲーマー的観点を発揮して、多分コストはこれでしょうよと。いや、これもらえるリソースこれだよねって、特に説明なくてもコストともらえるものっていうのは分かりましたね。アップグレード。 の説明がありましたけど、まあ、そのアップグレードもああこのアイコンでこれがアップグレードという意味でアップグレードしたら上にこの建物の上に乗っけるんだねとで乗っけてるとあのもらえるものも増えるしトンネルは上に乗っけるんじゃなくて繰り返せばいいんだね、まあ、ここはあの本当に比較的に分かりましたねでその隣のやつが若干分かりにくかったですけどまあ あの色は関係ないからドーム1個とその周りの2つのアップグレードした建物があるとまあ従来もらえるよりも若干お得に何かもらえますよことなんだろうということはまあ判断できたんで誰もができるアクションの説明がありましたねこれもね実際そこまできつくはならんというか3アクションで3人でやって マスが15個あるわけだから、まあ、何にもできないアクションっていうのは基本はなさそうなんだけどまあね手札の材料で色が被ったりっていうのもあるだろうし、まあ、どうしてもできないとかフィズるからやなくなくっていうこともあるかなと思うんで、まあ、その時用の汎用アクションスペースがありますけど、まあ、こういうアクションが用意されてるのはいいと思う反面 逆にここに入るようじゃいかんのだろうね。そのアクションやってもカードプレイできんからね。なので、フィズらないようにしておくっていうのも重要かもしれんね。どんなアクションでもできるようにある程度汎用的な打ち方っていうかね。これしかできないっていうアクションしか残ってないと詰むからね。っていうのは、はい、思いました。 で、あと、アップキープの話があって、まあ、ここで、みんなマジかみたいになったのは、まあ、マジかっていうかね、あの、この都市に食料供給しないとダメですよって払えなかったら 3VP です、みたいな。物乞いかよみたいなね。アグリコラのね。なので、これ大変やんけっていう、なかなかここまでね、ルール聞くだけでも大変だったのに、ここでまた物乞いの話を聞いても、どっと疲れがっていう感じでしたけどね。はい。まあ、これは大変やぞっていう感が。 増しましまたねここででまあここで一応ルールの説明終わったんで,で、まあ、やってみましょうかとつうことで、まあ、プレイ開始したんだけども冒頭ちょっと言ったようにですねそのルール解釈の誤りっていうのがあってそのアクションカードのその4枚制限っていうのが手札制限っていうふうに判断してやってしまっていたがためにですねプレイ済みの アクションカードっていうのは手札制限でもないから別に何枚出してもいいっていう解釈でプレイしてたんですよ。で、尾中さんが怪しいと思ったのかルール確認してん、ん プレイしたアクションカードにも制限あるぜっってていうのが分かってですねそれでで僕がアクションンンカードをガンガン出してたんですよその,まあそのルール知らんもんやから、そのアクションカードをいっぱいプレイして、インフラ整備じゃーっていう感じでプレイしてたから、そのアクションカード制限が分かった段階で、これはもうリセットするかっていう話になったんだけども、まあ時間的なものもあったし、ちょっともうルール覚えるだけで結構もうハードだったってこともあるから、これはもう仕切り直ししましょうっていうことで、競技終了になりました。 非常にこれ、まあルールの解釈誤りっていうのはあったものの、すごいこれ楽しみなんですよね。全然戦略わからんから、どのぐらいの感じで建物、何を建てりゃいいのかとか、で、この後第2世代にどんなカードが出るのかとか、まあこれ非常に楽しみなんでね、またちょっと日を改めてプレイっていうことになりました。はい。まあ多分、うん、まあこのご時世なんで、次回プレイできるのはいつかわかんないけど、またプレイできる 時のためにですねまたやる前には、まあ、この動画をもう一回確認して、プレイに臨みたいなという思いもあり、この動画を撮りました。今回は以上となります。まあ実際このゲームってギークでも8点以上あるので、まあかなり評価は高いですよね、これ。なので、面白いゲームであることは間違いないんでしょうが、一応ギーク見てると2人がベストっていう風になってて、やっぱダウンタイムとかがあるんですかね、やっぱりこの4人とかでやると。なので、まあ、 まあ実際ね、まあ、現実問題として二人でやるっていうのもあれでしょうから、まぁ、あ、三人ぐらいがベストかなというふうには思ってます。はい。ということでした、えー。このチャンネルでは、いつもプレイ動画や、えー、ゲーム紹介や最近は18シリーズなどを、えー、紹介とかしてます。このチャンネルでね、面白かったとか、ためになった、えー、思われる方はですね、いいねボタン、そして、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。それでは。